はい、どうも慶応生パンダです。今日はですね、藤原の助政、藤原の行成について1分間で分かる動画やっていきます。では始めていきます。どうぞ。時は平安時代後期、944年藤原の助政が生まれ、972年藤原の行成が生まれ、彼らはざっくりと言うと平安時代後期の国風文化の書道家として活動していたと。では具体的にどんなものを書いていたのか。彼らはこんな感じで優美な線を表した和洋という流派の書道をやっていたと。彼ら藤原助政、行成に合わせて小野道風、この3人を三席と呼んで名手として称えられていましたと。で藤原助政は998年に死んで、行成は1027年に死にましたと。はい、そういったお話です。以上でーす。